沖縄セルナープレゼンツ発射機種編。このコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルナーの提供でお送りします、はい、さあ機種編ロックンロール。このコーナーでは機種変更の話題の他にも、私 SNS ハマってますでもいいし、うん、こんな風に AU Pay の電子決済使ったり、 AU 電気でね、暮らしの一部でスマホを使ってるよとか、はい、皆さんからスマホにまつわるエピソードをお待ちしております、はいはい、今週はこちら行きましょう。ペンネーム久しぶりの投稿ということで、はい、アイスコーヒー、違うな、アイスコーさんからいただきます。アイスコー、はい、うん、アイスコーヒーって言ったらアイスコーヒーが飲みたいサーさんかなと思ったけど、これ違いますね。アイスコーさんです。もう言っとこうかもしれないしね、うん、高校の名前、高校の名前かもしれないよ。違う、発音のいい人じゃないの。アイスコー、アイスコー、うん、ポイシャそうそうそうだと思います。ちゃんとウイッチしんちゃん、みか、こんにちは。こんにちは。久しぶりの投稿のアイスコーです。アプリの紹介というよりもアプリの使い方なんですけど、うん、しんちゃん、みかは飲食店のアプリって使ってます？飲食店のアプリってなんだ。俺はスマートニュースの時にクーポンのことで押したらなんか、それじゃないよね、それじゃない、多分違う、ね、今ちょっと読んでみましょうね、うんうん、俺もいくつか使ってるんだけど、今よく使ってるのがモバイルオーダーだわけ。ああ、全然知らない。アプリで受け取り時間を指定して注文するんだけど、うんうん、これの何が便利って言ったら、お店で並ばないで買えるわけさ、はいはい、そうね、スマートね、はい、うん、コロナになって店内で食べるよりも持ち帰りが多くなって、ドライブスルーとかも使うけどさ、注文するまで時間かかるし、受け取るまでも時間かかるさ、うん、だけどモバイルオーダーで注文しておけば、その時間に商品できてるから待つ時間もない、人との接触も最低限だから安心ってやつね、うん、電話で注文を受け付けてるところは電話で注文をするけど、やっぱりアプリで商品選んで注文の方が間違いはないし便利だと思うわけ。しんちゃん、みーかもまだやったことないんだったら試してごらん、死に楽だよ、ということでアイスコーさんからいただきました。あ、よくこの大きいお店のモバイルオーダーとかで注文してきますよ、うん、事前にね、うん、やっとけばできますよっていうのあるね、うん、それはまあ確かに時間的にいいよね、取りに行くだけで。私使ったことないよ。俺もないない、全然ない、うん、あ、だからこのコロナでこういうのがやっぱりもうみんな浸透してきてからね、うん、ま、そうだね、モバイルオーダーなら待たずにその場で受け取ってみたいな。そうそうそう、お金ももう非接触でチャリンみたいな感じでしょ。だって大きな、なんかファーストフード店とかもやってるもんね、うん、そうだね、そうだ、今さ、何で私ドライブスルーで並んでるかもしれない。マジで、そういうところもね、あの有名なコーヒー屋さんのあの並び方なんね、すごいよな、あのドライブスルーの、はい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 、あれってモバイルオーダーってできないのか、その場で。あっちも合ってるわよね。あるか、ないかな。もう道がなんで混んでるんかなって思って俺途中まで並んでコーヒー飲まんのに。わかるよ。はぁって言って途中途中で、俺ここじゃないし、俺ここじゃないし、ちょっとこうぐーって回って入るとかね、あるあるある。例えばアウトレットモール足見なとか、それ指してるでしょ。私もそう思ってましたよ。俺こっちのなんかなんとか中華食べ、あれ人気だなって思いながら、でもあっちが通ってきた時全然ガラガラで、あれって思ったら、もる途中で曲がって草からよ、ドライブスルー、すごいな、あの、ね、結構多いですね。ハエバルでも死に込んでるとこあるわけだもん。モバイルオーダーなかったかな、だからちょっと調べてもいいか、あるってよ、しんちゃん。あるけどそれでも混む、あ、一般の多分みんながドライブスルーで注文してるんでしょうね。あら、そっか、もうな、あの並んでる、んって途中でんっていう、ね、私さ、そういえば使ったことないって言ってたけど、ほら、お寿司屋さんとかあるじゃん、うんうん、お皿、書いて回る皿のね、うん、あそこもモバイルオーダーあるよね。あるね、見てた。あそこで注文したことあるや。あるさ、だったら。あった、ごめんごめん、今思い出した。 あったあった。俺なんか娘いるとき予約とかさ、サクサクってやってくれて、そっと、あ、娘がね、あ、娘がね、そうそう、だから終わったアナログ夫婦で行ってから40分待ちって待つかんで、待つかね、待たない。もう待とうとしてるんだよ、これを。できればこんなにスマートなのに。え、これどっちかがほらもう必要にもうねなったらやらんといけん、やらんといけんわけ、うん、で待つかって言って、うん、待とうかなと思って、でもバンバン若いのがサクサク入っていっと見たら負けた気がするのと、あと目の前に俺の同年代みたいな、うん、機械ウトルーフジが死んじゃうんじゃないみたいになった時のあの時間が耐えられないって。だけ
からこのサックス難からやりもうな、ね、もう俺ちょっと授業料払ってユキとかからもう教えてもらおうかな。でも確かにあれ便利だと思いますよ。便利だもんな、そりゃそうでしょう。私すぐ受け取れたもん。え、皆さん並んでる 入るってね、並ばれてる方もいらっしゃるし、だからああ。俺はそれをもうその時にもうあ自分でわちゃわちゃするわけ、うん、使えてたらって、うん、でこれを処理するところが ETC だけETC は入ってるから並んでるみたいな、うーん、あ、こういう気持ちかこういう気持ちかっていう、だから絶対やった方がいいわけさな俺 ETC 入ってるから、うーん、でもね、これも、あ、今なんか、ファイヤーキャンプでこれね、こうね、うん、俺、スーッていけるぜ、うん、スーッていけるぜごめんな、お先にごめんね、みたいなこれをもう、だから足し算引き算でちょうどゼロ勝手にゼロにしてるしでも絶対でも飲食の方が絶対便利だ、便利よね。だから本当にコロナ禍でいろいろ余計にこれ進んだ気がしますよね、こういうの ね。はい、おすすめアプリということでアイスコーさんからね、うん、紹介いただきましたけれども、 うまく活用できるといいですね、うん、何かしんちゃんにこう教える時間をこの、ね、そうそしたら、うん、俺ナンバーワンの時間で設けましょうよ。なんかでね、うん、本当英雄の人毎週来てもらって0時のラジオ聞いてるとわちわちするぐらい教えてくっぴがわからんばいっていうギガって何から始まる何ギガってもう一回この話から始まる、うん、ギガってなんかわかるけどバイトって何ギガがバイトしてるのジェフでみたいなはい、うん、ぜひ皆さんからこういうね、しんちゃんに教えてはいただく話でもいいですし、おすすめのアプリ情報とかでもいいですので、うん、ぜひこのコーナー宛に送ってください、はい、なおスタジオの様子は YouTube で見れますので、機種編ロックンロールで検索をしてぜひご覧になってみてください。以上、沖縄セルラープレゼンツ発信機種編ロックンロール、このコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました、はい。